5月3日から6日まで10周年記念ハイサイフェスタ2013がラチッタデッラで開催されました。沖縄物産展では泡盛や沖縄らしい T シャツなど多数の出展がありました。沖縄そばにはふるさとの懐かしい味を求める人、初めて食べる人などで行列ができました。はい、美味しいです、うん、久しぶりにソーキそばを食べたくなりまして、はい、はい、僕のお友達がエイサーで出るのでそのきっかけで、はい、今回来ました、はい、6日の野外フリーライブでは沖縄音楽三線教室の皆さんやザ・レキオなど4組が出演。ザ・レキオでは手拍子が起こり客席も一体となり盛り上がりました。シーサー色塗り体験教室では子どもたちも参加していました。はい、とても楽しいです、机の上とかに飾りたいと思ってます。ハイサイフェスタの大人気企画エイサー、琉球国祭り太鼓がダイナミックなバチさばきを披露。最後には観客も入り乱れてのカチャーシーで盛り上がりました。今年は天気に恵まれ、4日間で合計20万人の来場者でにぎわったハイサイフェスタでした。